はい、今日はこちらセカンドシーズンのローション、ドライアルサイズ 50ml 2980円のご紹介です。こちらはですね、現品が 180ml で、13,824円となっておりますので、こちらのドライアルサイズ 50ml で2980円は大変お買い得かと思います。でこちらの化粧水ですね、天然由来 99.9% っていうのがポイントであります。ですので成分が素晴らしく良いです。さすが高いだけのことはあるという感じなんですが、こちら成分の方を見ましたら変なもの一切入っておりません。植物エキスに保湿成分だけといった素晴らしい成分になっております。でこちらですね、オールインワン化粧水です。なのでこれ1個で、保湿とエイジングケアができるものになっております。しかしなんでこの化粧水だけなんかと言いますと、クリーム等の場合はエイジングケアの効果の高い成分を入れますと、どうしても肌に必要のない成分も加える必要が出てきます。ということであえて化粧水らしいです。水上でしたら界面活性剤や乳化剤等入れませんのでね、私これ個人的に非常に納得であります。これなかなかいいブランドさんだなと個人的に思いました。でこちら化粧水なんでこうやってみますと、もう中身完全に水のようなテクスチャーなんですが、これがですねちょっと手にプシュッとしてみますが、こうプシュッとしてみましても見た目水なんですが、これが実際肌につけますと非常に濃厚なのが分かります。私最初これ全く知らずに顔にパンパンスプレーしてましたら、もうなんか濃厚すぎてえらい濃いなっていうのがすごく感じました。ですのでスプレーは本当に様子、自分のお肌の様子を見ながらスプレーしてなじませていくのが良いかと思います。それぐらい濃厚です。さすがにオールインワン化粧水というだけありまして、保湿されているのが1回で分かる、化粧水ですね。セカンドシーズンのローションだと思います。また詳しいことはブログの方でご紹介いたしますので、興味出た方は覗かれに来てください。セカンドシーズンのローションのトライアルサイズのご紹介でした。